そしてブマどうでしょうか。あ、これもよく守りましたね。昨日に比べると我慢強く守りましたね。はい、まあ、ここは押し込んでいってバスケットカウントになりました。ここも自分で積極的にいきましたね。ボーナスワンショットが与えられます。さあ、スリーを打ってきましたが、アキエンバーしません。セカンドチャンス、マイケル・パーカー沈めました。マーティンがよく中を走っていましたが、決め切ることはできませんでした。逆に、あ、うわ、これ4点、これは4点分ですね。ジョーンズ、外に出したアキチェンバース3は、これは短い。相変わらずコーナーゲーですけどね、でも形は悪くないですよね。あ、これだ、あ、走ってきた、ワイリー、あー、ダブリ、あ、また来た。さあ、野本、パスを送って、柏木がバスケットカウント。素晴らしい仕掛けてきましたね、このディフェンスからの早い展開。これもノーロック選手のノーロック見事でしたね。で、柏木選手しっかり決めましたね。滋賀がこの第2クォーター非常にいいリズムをディフェンスから作りました。さあ、ゴール下押し込んでいくバスケットカウントになりました。ケルビン・マーティン、奥さん、改めてどんな選手なんですか。あの、身体能力高い、いわゆるスイングマンですよね。マッチアップになる。まだシュート打てない。残り3秒。マイケル・パーカー、ちょっと見た体勢、おーっと、あー、これさすがにダメージ返しましたし、アクチェンバース、はい、どうだ、スリー来るか、来ました。ついにアクチェンバースのスリーが来ました。菅原も先ほどチャージングがあったんですが、また戻ってきて大事なところでスリーを決めました。そしてチェンバースにも、さあ、ピックに行ってジョーンズ合わせました。さあ、スリー中に入ってきました。まだキープしている五十嵐、手を出していきますが、なんとか通る、ゴール下、通りました、タブスキー、バスケットカウント安定、2連勝に向けて大きなバスケットカウントになりました。90点も見えてきたというゲーム2、中に入れるタブスキー、まだここで持って、またバスケットカウント。やはりあのペイント内、かなりゴールに近いところにボール持たれてしまった。さあ、足が速い展開です。キーファーラベナーから杉浦通りました。バスケットカウント、うわ、今のブレイクのパスのタイミング、素晴らしい。これいいアタックでしたけどね、はい、この後の早い展開して見てますよね。杉浦がまあ走ってくるのを見事、ホームで開幕2連勝になりました。今日は90点を超えました。